イカサマ氏のデヴォルフ・ホッパー。イカサマ氏は1898年に発表されたアメリカ合衆国のオペレッタで別名をザ・ミスティカル・ミスと言い,い、首都曲はジョン・フィリップ・スーザーが書いた。今日では本作の一部である更新曲イカサマ氏だけが広く知られている。イカサマ氏は3幕のコミックオペラであり、台本はチャールズ・クレインが手掛け、 音楽をジョン・フィリップ・スーザーが書いた。本作はデボルフ・ホッパーの歌劇団のために書かれたもので、1898年8月29日に初演された。H.A. クリップスが舞台監督を務めたニューヨークのニッカーボッカー劇場における本作のブロードウェイ公演は9月8日から10月8日まで続いた。初演時の配役は以下の通り。その後、 好評のうちに利益を上げた地方巡業を経て、イカサマ氏は1899年5月4日からブロードウェイの5番街劇場で再演された。ホッパーは妻のエラバーゲンと共にこのオペレッタの主演を務め、1899年12月13日からはザ・ミスティカル・ミスと題名を変えてロンドンのコメディ劇場でも公演を行った。ありがとうございます。